こんにちは。今日は周りの変化から自分の技術を学ぶ、こちらお話ししていきます。今回は目に見えることから学ぶ件についてお話しします。最近やたらと似たようなことを見るなと感じている方はいますか？全く自分とは関係ない気はするけど、似たような状況を見るのは何か自分の技術にヒントが降りている可能性があります。例えば趣味で作っているものを売っている人の動画をよく見るときは、あなたの趣味がビジネスに発展する可能性を秘めているとか、またある人は字が上手に書けるとして、字を書く人の動画を見て何かビジネスを始めたいと感じたとか、何かの技術を習得していてこれがビジネスに結びついていない場合や、ビジネスが行き詰まっている場合に降りてきたヒントは、あなたと次のステージへ押し上げる情報です。自分の趣味といえば分かりやすいですが、趣味だけでなく続けているものでも良いです。趣味のように集めたり作ったり出かけたりするようなものではなく、長く続けているけれど何かのきっかけで人の役に立ちそうだとか、ビジネス方法がありそうだとかの発想も良いですね。今年は勤勉、高い知性、良き発想というキーワードがある年です。このキーワードは普段は思いもよらない発想が降りてくることを示しています。あなたが何かに目覚めて動き出すという意味でもあります。まとめ、今の時期に切り替わるような何かに出会ったら、しっかり構想を練って未来につげよう、つなげよう。今すぐでなくとも、必ずあなたの技術を高める情報はやってきている。はい、こちら。今日はお話ししていきます。今日は風がすごかったですね。もう台風だよねっていうぐらいに風が吹いていました。この風が吹くとかね、自然界が荒れるとき、何かに出会った人はそれに何かのチャンスが乗っかっています。必ず見直してください。で、何か自分の技術がビジネスにつながっていく、要は最終的に婚職につながっていく可能性があるというお話の中の一コマなんですが、これは自分より先に行ってる人を見るということなんですね。自分が未来にこれをするのかもしれないとか、これをやりたいとかいうことではなく、降りてきた情報っていうのは見せられるというのが王の時代の法則です。見ることによって鏡のように自分の未来が投影されると考えてください。だから見たもの自分という言葉があるんですが、一回ちょこっと見たものというよりは、何度も目にすること、目にするもの、これが未来の自分と考えてください。ちょっと例題お話ししますね。趣味で作っているものを売ってる人の動画をよく見る。これは例えばアクセサリーをね、作るのが好きだという人はね、実際にアクセサリーを作ってる人の動画が表示されて、あ、この人こういうビジネス展開してるんだなということを考えるとかね、今現在自分では何も誰かに
売るということは考えられないけれど、自分で好みで作ったアクセサリーを知ってほしいな、友達に素敵だねって言われるんで誰かに買ってほしいなっていう潜在意識があると、こういったことを引き寄せます。で、実際に自分のアクセサリーを売ってる人をよく観察してください。やはりちゃんとね、どんなものを作りたいのかというのを動画で示してね、のビジネスにつなげていますよね。メルカリとかフリマでも自分のアクセサリー売ってる人、ハンドメイドで売ってる人もいるので、ハンドメイドでいきなりお金になるというよりね、1つ2つ売れていく、5個10個売れていく、少しずつ数が増えていくと考えてください。で、物を作るっていうのはすごく分かりやすいんですね。バッグ作って売ってる人もいるし、アクセサリーね、イヤリングとか売ってる人もいる。あとはキーホルダー作って売ってる人もいる。あと、何ですかね、いろんなハンドメイドで弾くといろんなもの出てきますけど、作るっていうのは非常に分かりやすいビジネスです。ただ、どうしても仕入れが必要で、ものを作るためには必ず材料費がいるのでね、簡単にパッと手が出ないなっていう人もいると思うんですが、自分の作ったアクセサリーを動画に撮ってね、いろんなところに出すといろんな人がいいねとかね、コメントくれたり、売ってはもらえないんですかというね、コメントが来たら、ぜひともビジネスの一部、一環としてね、始めてほしいです。で、今年は特にビジネスというのではなく学び、高学歴っていうキーワードがあって、非常に高度な学問を学ぶことができる年。頭が整理してされて、頭の中にいろんな情報が入っていく。で、この入っていった情報を具現化して使うことができるという年です。来年は終わりとか裏切りとかね、崩壊といったイメージが、キーワードがあるので、今年がチャンスです。2つ目の例題いきましょうかね。字が上手に書けるとして、字を書く動画を見て何かビジネスを始めたいと感じた。これだけ聞くと、書道の先生ですかとかね、皇室の先生ですかって思いがちなんですが、違います。字をアートにして動画を撮って配信してる人もいますし、もちろんね、何か字を書くことを教えるとか、字にまつわる何か動画配信してる人もいます。で、この字を使ってね、何か T シャツ作るとか、カバン作るとか、こういったものを作って売るということも可能ですよね。自分の字を絵にして、絵のようにしてやるという方法もあります。だから、字が上手ということが一つのビジネスになりますよ。あえてちょっとイレギュラーなのを今回は挙げてみました。また、何か技術を習得していてビジネスに結びついていない場合、これは意外と皆さんあるんじゃないですかね。過去の中で学んできたけど、ビジネスに結びついてないってものがあると思うんですね。春菜の場合は健康管理しとったんですが、何年かやったけど、セミナー開いて、世界、あ、じゃ、日本中でいろんなね、ところで健康管理に関して、いや、実際にビジネス展開してる人もいるんですが、私の場合はどうもそこにたどり着きませんでしたね。だから、自分の進む道が未来に待っているとしたら、未来の席は空いているってよく言いますが、その健康管理士も使って未来に使えたのかな、何かの形になったのかなとはね、思うのですが、現状では今ビジネスに結びついてません。ただ、
学んだことがね、自分の生活の中で患者さんに還元できているので、これが全くビジネスに関係がなかったかと言われると、直接ではなく間接的に関わってきたなとは思いますね。じゃあこれをどう発展させるかというと、皆さんに季節ごとの体のメンテナンスとか、今気をつけた方がいいもの、食べた方がいいもの、体の具合の不調の、見分け方とかね、こういったところに健康管理士として皆さんへの情報配信は可能だよねと思って、話を織り交ぜています。また例題に戻りましょう。あとビジネスが行き詰まっている場合に降りてきたヒント、これはもう本当に自分と似たようなことをやってる人、自分が行き詰まってることを難なくやってる人を見ることによって、はっと気がつくということですね。自分の間違い、また進む方向が違うということに気づく。気づきの時期です。ぜひとも行き詰まってる人は考え直してみてください。自分の次の例題、自分の趣味といえば分かりやすいですが、趣味だけでなく続けているもの。これ判断難しいですよね。趣味というと、集めたり作ったり、行ったりっていうのを思いつくんですが、続けている、長年続けているもので、何かのきっかけでビジネスになるかもしれない。っていうと、お決まりで言うと、例えばお掃除本舗とかね、お掃除屋さんあるじゃないですか。掃除が好きで趣味ですっていう方は、いらっしゃるんですが、なかなかいません。でも掃除をしていって気づいたことがたくさんあって、これを多くの人に伝えたいと思ったとか、これによって一つビジネスに発展するってことがありますよね。これは趣味というよりは続けてきたものがビジネスに発展するという括りで挙げました。あとは続けてきたものが、例えばずっと長年ストレッチなり、自分の体のメンテナンスを続けてきて、これを人に広めることによってビジネスにつなげようと思うとかね。この何か続けてることが一つの進む道に入っていくという時期だということをね、意識してほしいです。特に何度も見る、何度も聞く、また聞いたなこの話とかね、またこの話他の人からも聞いたなということは、何か自分の未来に必ずつながっていますので、特に今年技術を高める情報、これは非常にあなたの未来に、今職につながる可能性があります。意識してみてください。はい、今日はここまで。またねー。